お久しぶりですニューロニューロですすニニュューーロロ今日はねまたお買い物したんでね今日のお買い物同士で紹介してみようと思いますよしまたねトランクス買いましたパンツの買いがね少なくなってきたっていうかもう洗濯しちゃうと間に合わない感じがあるんでね1個追加ですいつもローソン100です えー、メンズトランクス LL220 円ということで買ってきました、まあ、前回もね220円で買っておるのでうんまあどうすことないんですけど前は110円というシリーズもしまあ正直で込みですけどあったのでまたね、えー、このウクライナ戦争とか終わってねなんか景気というか落ち着いてほしいなと思いますねうん 200円商品なんですけどこれが、ね、190円商品とか180商品とかになってくれればなぁと思ってる感じです。まあ一応ねどんな感じか開けてみましょう上かまあこんなもんですねはい。 また足りなくなったらパンツ買いたいと思います。あと靴下とかはローソン100で買ってるんですけど、まあダイソーとかで買った方がいいのかな。他のところでね。うん。何かね、安く買う方法あればコメント欄に <laughs>、暇な人を書いてください。じゃあね。